他者を選んだ理由、そうですね、知り合いは誰もいなかったんですけれども、人口が多いことと、同じ津波にあって、痛みが一緒っていうことぐらいでしょうかね。嬉しかったことは、いとこからどんどん聞いた人がもうどんどんうちに励ましに来てくださって、大変でしょうからこれ使ってとか随分知らない方に本当にお世話になって、誰も知ってる人いないんでしょ、ここの病院がいいわよとかでは今は多賀城にお店ましてよかった、よかったです、それは本当皆さんあったかい方なんですよね、本当にやっぱり津波を知ってるっていうこともあるのかなと思うんですけれどね。そのトレーラーハウスにした理由っていうのは、女川に結構お店が、本店とあと3か所くらいあったんですけれど、もう本当に津波であっという間に土台だけになってしまって、なんていうか建物がいくらあっても、土台が歪んでしまえばもう終わりなので、じゃあもともと初めから土台のないものを使ったらいいんじゃないかなというのもあったし、あと手軽に建築許可もなしで購入できるので、なんとなく夢がある感じがして、5時間ぐらいあれば許可を取って移動できるんです。なので水道とかもジョイント式の、外せるものになってて、タイヤもついてるので、このデッキとかもくっついてないんですね。建物には単独で立ってるみたいな感じなので、残りの人生、多賀城でやっていこうと思ってるんですけれども、震災の時に本当に見ず知らずの方に助けていただいてありがたくていたので、その恩返しをしてずっと生きていきたいなと私は思ってますけれども、毎日本当に考え抜いた日替わりのメニューを提供してますので、ぜひ皆さんでいらしていただければ優しい時間が送れるかなと思います。